どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、速報ということでマリオットモンボンホテルがですね、新プロモーション発表いたしましたので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、先週末ぐらいからですね、リーク情報ということで新プロモーションがですね、そろそろ来るのではないかとね、言われてたわけなんですけども、本日ですね、とうとう発表されました。で、内容はですね、昨年とね、かなり似ているっていう感じになるんですけども、ちょっとね、違う点などもありますので、まあこの点ね、詳しく解説ね、やっていきたいなと思いますので、 SPG アメックスね、保有されている方、マリオットボンボルね、ステータス、防衛、これから獲得ね、されたい方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細ね、いきたいなと思うんですけども、公式サイトね、こんな感じになっておりまして、ご宿泊で宿泊実績は2倍に、ボーナスポイントも獲得ということで、申し込み期間がですね、2022年の4月20日まで、宿泊期間がですね、2022年の2月の8日から2022年の5月の4日までっていう風になります。で、特典がですね、1泊ごとにボーナスポイントが1000ポイント、またね、1泊ごとに宿泊実績をプラス1宿泊実績がもらえるっていった形になります。で、今回のプロモーションですね、上限はなしっていう風になっておりますんで、まあ利用すればするほどですね、1宿泊に対して1000ポイントプラス1宿泊実績はね、もらえるっていった形になります。で、こちらのね、付与自体はですね、宿泊完了後7日以内にね、付与されるっていった形になります。で、まずね、今回のプロモーションの注意事項なんですけども、まずですね、このプロモーションは2022年の2月の8日からね、開始っていう風になりますんで、まだね、始まっておりませんので、すぐね、利用することはできませんので、この点ね、注意してください。で、エントリーがね、必要っていう風になっておりまして、こちらね、ツイッター等々見てるとですね、プロモーションにですね、出てない方がね、いらっしゃるそうなので、もしかしたらですね、マリオットボンボのね、デスクでエントリーね、できるかもしれませんので、おそらくね、これグローバルプロモーションなんじゃないかなと思いますので、マイページのプロモーションに来ていない方はですね、マリオットボンボホテルのね、デスクに電話ね、していただければなと思います。デスクの電話番号はですね、 SPG アメックスの裏側にね、載っておりますので、一応概要欄にもね、載せておきますので、そちらね、電話してみていただければなと思います。でですね、昨年とね、違う点なんですけども、昨年はですね、連泊すれば宿泊実績が2倍になるっていうキャンペーンで、またね、昨年はですね、現金とポイントね、組み合わせても2倍になるキャンペーンだったんですよね、去年は。ですけども、今年のキャンペーンはですね、宿泊費を支払った滞在が今回のこのプロモーション対象っていう風になりますんで、 SPG アメックスのね、更新特典の無料サーティフィケートってありますよね、無料宿泊特典ですね、こちらとかですね、またね、ポイントを利用した無料宿泊、もしくは現金とポイントをね、利用したキャッシュ&ポイントっていうね、利用方法があるんですけども、こちらもですね、今回のこのプロモーションね、対象外っていう風になりますんで、まあお金をね、支払って滞在する分にはですね、今回のプロモーション1泊からね、対象になるわけなんですけども、ポイントが絡んでくると全部対象外になってしまいますんで、この点はね、注意して利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボホテルがね、新しいプロモーションをね、発表いたしましたということで、速報でね、動画作らせていただいたわけなんですけども、まあ、昨年と違ってですね、連泊しないと2倍にならないとかね、こういったこともありませんので、非常にシンプルでね、分かりやすくて非常にいいですね。去年はね、本当になんかポイントと現金で組み合わせて連泊だったら OK みたいなね、まあそんなのもあって、結構ね、デスクの回答も2点3点したね、実際にやったけどできないみたいなね、そんなこともありましたので、今回はね、本当に1泊からね、現金支払いさえね、伴えば2倍になるっていう風になりますんで、かなりね、利用しやすくていいですね。で、今年2022年に関してはですね、昨年はね、下駄履きがありましたよね。ゴールドステータスだったら13泊、プラチナステータスだったら25泊、チタンだったら何泊だったかな、40とかそのぐらいもらいましたよね。で、それがですね、2022年、今年に関してはありませんので、ということなんで、まあ私みたいにね、プラチナステータス持っている方
であればですね、まあ、このキャンペーンで、まあ、22泊しといてですね、でそしたら2倍になりますんで44泊になりますよね。でプラス SP ジャーメックスの宿泊実績が、それで5泊くるんで、あともう1泊ねどっか泊まればですねプラチナ防衛できるっていう風になりますし、またねチタンの方であればですね、今回このプロモーション中に35泊していただいて、で2倍になりますので70泊ですよね。で SPGRMX の更新特典で5泊みたいな感じでチタン防衛できるっていう形になりますんで、まあね昨年はね本当にプラチナ防衛がねしやすかったんですけども、まあ2022年はですねやはりねちょっとハードルが上がりましたよね。まあキャンペーン中にね私プラチナ防衛ねしたいなと思ってるんですけども、まあ22泊ですからね結構しないといけないですよね。で今回のねプロモーション2月の8日から5月の4日までということで、かなりね期間が長いですよね。まあ、昨年よりね、かなり長くなったと思いますんで、まあ、利用しやすい部分もあるかなと思うんですけども、ちょっとね、この感染拡大がね、ちょっと心配ですよね。早くね、収まってくれればいいんですけどもね、ちょっとね、私もプラチナ防衛ね、私、マリオットのプラチナとヒルトンのダイヤモンドね、両方持ってますんで、本当にどっちをやるのかもしくは両方やるのか今ねまだ決めかねているところですので、ちょっと早く決めなきゃっていうところですよね。まあとはいえですね、昨年ね動画出させていただきましたけども、もうね動画はもう非公開にしちゃったかもしれないんですけども、あのモクシー東京錦糸町のですね7日間プランで10万ポイントがもらえるっていうプランありましたよね。だからあれをねちょうど2月の8日から5月の4日までの間にね、あの予約ね取られた方はですねかなり勝ち組ですよね。いやね私もね取っていたんですけども、私はね5月の終わりぐらいに取っちゃったんですよね。ですんでねちょっとこのキャンペーンではね利用することができないんですよね。いやねこのプロモーションにね予約できた方はねかなりいいですね。かなり羨ましいですということで今回ですね、速報でマリオットボンバーのね、新プロモーション解説させていただきました。私のチャンネルはですね、こういった、マリオットボンバーのね、プロモーションであったりですね、またね、SPGRMX の解説、あとヒルトンのね、情報とかも、発信しておりますので、もしよければですね、また見ていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。